ことしないの。この子はもうエロいと思うのは聞いてる人がエロいからだよ、お姉ちゃん。私はエロくないもん。あんたたち大丈夫？ついてこれてる？大丈夫です。でもなんでまたこんなダンジョンっぽいところに踏み込んだんです？例の占い師さんとやらはここにいるんですか？私たちのギルドはいろいろ事情があってこの古城を拠点にしてるんだけどね、普段はもっと各々バラバラに街とかで活動してるのよ。何か目的があったらとりあえずここに集まるけどね。うちのギルドのリーダーっていうか一番偉い人がここを住まいにしてるから。本当は忍さんとは街のカフェとかで会うつもりだったんだけどね。通信魔法で連絡を取ってみたらこの古城に来てって言われちゃったの。そっちの方が話が早いからって。どういう意味かは分かんないけどね。どうしたの、あかり、大丈夫？どうも天井からパラパラーって何かの破片が落ちてきたみたい。それが敏感なところに当たって変な声が出ちゃった。みんなも気をつけてね。この古城あちこちガタが来てるから、崩落とかに巻き込まれたら一巻の終わりだよ。っていうかなんだか地響きがいたしますね。言い争うような声も聞こえます。何でしょう、この古いお城に取り付いた亡霊が騒いでいるのでしょうか。あ、正解かも。また都のやつがポルターガイスト現象でも発生させてるのかしら。ああ、都っていうのはうちのギルドの一員よ。ちょっとあからさまに変な子だけど見ても驚かないでね。うちはそんな感じの人ばっかりだよね。忍さんもおしゃべりする骸骨を持ってるし、イリアさんも大人になったり子供になったりする不思議な生き物だし、変な人が多い方が明かりは楽しいけど。うん、ちょっと変わってるせいで苦労したり偏見を持たれたりしてきた人が多いから、どれだけ突飛な言動をされてもあんまり引かないであげてね。私たちも双子だからって変な目で見られたこともある。うちはそういうのが集まったギルドなの。なるべく意地悪しないでね。っていうかだからこそ普段はあんまり属性には関わらないんだけど、あんたの頼みなら仕方ないわ。こいつにはお世話になってるしね。近頃町もやたらピリピリしてて居心地が良くないしね。このうんざりするような状況を変えるためなら、あかりたちもできる限り協力するよ。ありがとうございます。そうですよね、みんな心穏やかに暮らせるのが一番です。必ず巨悪を打倒し平和な日常を取り戻しましょう。オブ、なんでございますか、ペコリーヌ様。急に抱きつかないでくださいまし。呼吸ができません。ごめんなさい、なぜか急に寒気がしたんです。本当にお化けでも出たんでしょうか。あ、心配ご無用です。気遣ってくれるんですね、優しい。私お化けってあんまり得意じゃないんですよね、食べられないので。いいえ、お化けではありません。この古城には都さん以外のお化けはめったにいませんよ。どうもイディアさんを恐れて近づいてこないみたいです。あ、忍さん、もう暗がりから急に出てこないでよ。本当にお化けみたいでしょ。私までちょっと驚いちゃったわ。ごめんなさい、
視界が良くないので、せめて間接照明でも設置したいんですけどね。イリアさんが光を嫌いますから。私は暗いの全然大丈夫ですし。皆さん、わざわざご足労ありがとうございます。私が占い師の忍です。ご用件は分かっています。お茶の用意をしておいたので、ゆっくりくつろぎながらお話をしましょう。おお、まだ若いみたいですけど、雰囲気のある人ですね。この人があの男と同じ能力を持ってるかもしれない占い師さん？独特な怪しげな感じがする。というか、何かやっぱり妙な気味の悪さがあるような。にっへっへ、小僧でかした。またぞろ綺麗どころを用意してくれたじゃねえか。そんなに俺を喜ばせたいのか。おっぱいの大きなお姉ちゃん、お名前は？ランチしない？俺いい店を知ってるんだよね。すみません、これには父の霊魂が宿っていて、たまに喋るんです。お父さん、初対面の女の人にあんまり慣れ慣れしく話しかけちゃダメ。第一印象が肝心なんだよ。恐怖映画も恋愛もそれは同じ。待ってろよ忍、すぐに新しいお母さんを作ってやるからな。お父さんがいればいい。今は仲間も増えたから寂しくありませんし。ですが、ゆっくりおしゃべりするにはちょっと騒がしすぎますね。ごめんなさい。またイリアさんとミヤコさんが喧嘩してるんです。こうもドタバタ騒がれると会話にも支障をきたしますし。あの、よかったら仲裁してくれませんか？二人とも、あなたの言うことなら聞いてくれると思いますから。